まあ、やばいでもいいか。優勝として3年後の目を迎えます。ありがとうございます。率直の感想をお願いします。そうですね、まあ、ジョーの座は譲らないとは言ったものの、やっぱり一番今まで過酷なトーナメントだと思っていたので、すごく正直緊張してましたね。でも、まあ、ダメな部分もたくさんありましたけど、まあ、成長した部分も見せれたので、まあ、私はまだ強くなってるなと思いました。私の大会で私の形で締めくくるとおっしゃられて、見事有言実行されたと思うので、はい、プレッシャーみたいなのを感じられました。もう6年もやらせていただいているので、もう責任感しかないのでプレッシャーにはもうなりませんでした。久々のワンデートーナメントだと思います。2年ぶりですけど、そうですね、まあ、ワンマッチとは違う楽しみがありますけど、やっぱりしんどかったですね。まあ、終わったばっかしなんだけども、はい、今後の目標みたいなのありますか？今後の目標、正直今はないですね。でも、まあ、今日も言ったんですけど、若い子たちが育ってきてるので、まあ、その子たちに抜かれないようしっかり頑張るっていう感じですね。今後の目標は今からゆっくり考えていこうかな。まあ、1回戦から同盟連戦から振り返ってみて、自分の試合ぶりについて言うとかどうですか？そうですね、もう1回戦がもう激しくなるっていうのはもう分かってたので、結構そうですね、1回戦きつかったですね。で、まあ、ちょっとローキック蹴ったらすねがちょっとおかしくなったんで、初めて1回戦で怪我した感じなので、ちょっと焦りはしましたけど、まあ、足が使えなかったら手があるし、手が使えなかったら足があるし、まあ、今までいっぱい怪我の経験ですごく役に立った、まあ、経験と技術でなんとかできたので良かったかなと思います。準決勝進んでて、そうですね、18歳の時に女子高生対決って言われてたクリスティーナと、もう本当仲いいんですけど、まあ、5年ぶりに手を合わせてみて、そうですね、やりづらかったですけど、まあ、でも勝負なんでしっかり、まあ、見せるところがあんまりなかったので、まあ、一発倒して勝てたので、まあ、いい弾みになったというか、試合行くぞっていう感じにはなりました。決勝は、まあ、上手い選手でも映像も見てたし、今日の試合も見てたので、まあ、自分の技術がどこまで通用するのかっていうところで明太勝負しようかなと思ってて、まあ、そんなに怖くはっていうか、まあ、技術的にも負けてはなかったので、まあ、そうですね、自分の実力っていうのをある程度明太でも全然いけるものっていうのを感じたので、まあ、ある意味最後の最後 KO で締めくくれたのが一番良かったなと。やっぱりその怪我からの乗り越えてっていうのは、かなり自分のいろんな面で成長できたっていう感じ。そうですね、もう怪我があって、それを乗り越え、また怪我して乗り越え、まあ、この経験が今の私を作ってくれてるというか、まあ、それがなかったらメンタル的にも技術的にも私はまだまだだったなと今振り返って良かったかなと思います。いや、なんかサミさん笑っちゃうんだ。他に質問ある方いらっしゃらないです。大丈夫ですか？あの、ミオ選手に関しては、はい、まあ、決勝で負けてしまったんですけど、はい、それは、まあ、試合は見てました？見てなかった？試合は、延長1回までは見てました、はい、でももう、あとはもう自分の試合に集中しようと思ってて、まあ、あの子は残念な結果にはなりましたけど、まあ、あの子はまだまだ未来があるんで、まあ、この負けを生かして、私と一緒の練習してるんだから強くならないわけがないので、まあ、今後のあの子の成長ぶりっていうのが楽しみです。まあ、まだまだ
やらなきゃいけないことはたくさんあるなって最近楽しみ。でも私もまだ頑張るから俺も頑張れと2人でまだまだ強くなるつもりです。よろしいですか。はい、ありがとうございました。